坊や、儀式を始めるわよ。熱く激しく呪文を唱えてちょうだいね。あ、我は絶倫の王、来たれエクスカリバー。あれ？ダメですね。まだ坊やの中に羞恥心が残ってますよ。それを拭い去らない限り、エクスカリバーは生成されませんわ。エイジ君、しっかり頼むよ。ベロベロス討伐は君にかかっているんだからね。だったら僕と代わってくださいよ。あいにくブラジャーをつける趣味はないんだよね。そんなの僕だってありませんから。さあ次こそ行っちゃいましょう。我は絶倫の王、来たれエクスカリバー。まるでダメではないか。エイジ君、レッツ絶倫だよ。そうか、そのズボンが生成の儀の妨げになっているのかもしれないね。よし、レイジ君、思い切って脱いでみようか。はあ？怖がらなくてもいいのよ。私が優しく脱がしてあげる。ユナさん、次のバナナを生クリームてんこ盛りでお願いします。うん、任せて。我は絶倫の王、来たれエクスカリバそれこそが絶倫家エクスカリバーだわ。坊やおめでとう。チュッチュッチュッ。あら、やったじゃないブラオ。そうそう、あんたにしては頑張ったわブラオ。ブラオ、なるほど、それこそがレイジーの前世から受け継がれた真実の名前だったということか。レイジ君は今日からブラオ君になったんだね。間違えないようにしなくちゃ。皆さん、ほんと勘弁してください。オワリさん、もう僕これを外してもいいんですよね？普通に服を着ても。まあ気に入ったならそのままでもいいがね。そうだ、そのブラジャーは頑張ってくれたお礼として君にプレゼントしようじゃないか。いろいろな方法で楽しんでくれたまえ。ちなみにオワリさんはどうやって楽しむんですか？レイジ君、ついに君もこちらの世界に興味を持ったんだね。ならば喜んでレクチャーをしてあげるよ。
ラジャーで楽しむってどんなことするの？ユーノすっごくすっごく気になるな。おお、ユーノ、お前のブラジャーならさらにいろんな楽しみ方が。ルフアー、あんた、人の妹になんてことをすり込もうとしてんの！言うのもそんなこと聞くんじゃないの！でもでも、楽しめる方法があるなら言うの聞いてみたいな。変態菌の汚染が拡大しているようね。これは男たちを全員処分する必要があるわ。今回、我が部屋は何も言っておらんぞ。デイジー、あんたがオワリに変なこと聞くからこんなことになったのよ。すみません、オワリさん、今日のところはおとなしくベロベロス討伐の話をしましょう。クソ、仕方ない。デイジ君にはまた今度特別レクチャーをしてあげよう。それまでこのブラジャーは俺が預かっておくことにするよ。さあ諸君、陰獣ベロベロスを倒す武器は我らにあり。ついに奴に引導を渡す時が来たのだ。夜を待ち、第二次ベロベロス討伐作戦を開始する。よし、みんな聞いてくれ。昨夜の敗北を踏まえて俺なりに作戦を考えてみたんだ。作戦って、ブラオがそのエックスカリバーでザクッといけば終わりなんじゃないの？そうね、むしろブラオだけが行って、私たちは基地に待機していたって構わないんじゃないかしら。いやいやいや、そんな全部僕に任せないでくださいよ。あと、いい加減ブラを。話を元に戻すぞ。作戦についてだ。どうだ、完璧な作戦だろ。ちょっと待って、私はどうすればいいの？残念ながらお前は戦力外だ。お前の体ではベロベロスを引き寄せられないからな。妹さんと違って残念の胸ですもんね。ほんと同情してしまいますわ。言うのと比べないで、あと残念って言うな。ちょっと待って、私とエロリーでベロベロスを誘惑？冗談はやめてほしいわ。またベトベトにされるのはごめんよ。気持ちはわかるが、ここは二人に頼むしかない。何、あくまで触手を引きつければいいだけのことだ。俺とイルカでどうにか守るからな。任せておけ、夏美先生。我が輩のこのビッグマグナムが先生に巻きつこうとする触手に炸裂するからな。触手にさえ邪魔されなければ、あとはレイジ君が全力でベロベロスに飛び込んでいくだけだ。絶倫剣エクスカリバーで奴を倒すことができる。はず。オワリさん、今小さな声ではずって言いましたよね。まだ何か忘れてることとかあるんじゃないですか？いや、そんなことはないよ。陰獣ベロベロスは絶倫剣エクスカリバーで倒せる、その設定に間違いないはずだ。うん、安心してくれたまえ。
それでは皆さん、そろそろ行っちゃいましょうね。うん。ではこれより第二次ベロベロス討伐作戦を開始する。皆さん、いたわよ。ベロベロスのお出ましなのね。よし、ユーノ。作戦通り頼んだぞ。はい、了解であります。ベロベロスさん、ユーノと遊びませんか？うわ！エロリ、夏美、誘惑攻撃だ。なるべく胸を揺らして戦え。私に任せて。華麗にいっちゃいますわよ。イルカ、絶対に私を触手から守るのよ。またベタベタになったりしたら、あなたを的にしてGペンでダーツをしてやるから。ふっ、あしゃぎすぎだぜ、ベイベー。チャンスだ、レイジ君。今こそ絶輪剣エクスカリバーで忍獣ベロベロスにとどめよう。うおなんかにくっつかないの。レイジ、やったじゃない。初めてあんたのことちょっとだけかっこいいかもって錯覚したわ。本当にちょっとだけだけどね。それに錯覚だけど。ま、私たちのお膳立てがあったのだから当然のことだけど、それでも一応はお礼を言うわ。なんだか様子がおかしいぞよ。危険を察知する我が輩の特殊能力デンジャラスセンサーがビンビンに反応しているぞ。ベロベロスの心臓は後頭部に設定してあったんだ。それを貫かない限りベロベロスを倒すことはできない。しかも一度倒されかけたベロベロスは
究極の変態化を遂げ、極上ベロベロスへと進化するのだ。どうせボツキャラだろうとパラメータ調整を何もしていないからほぼほぼ無敵。みんな逃げるぞ。ユナさん、夏美さん、エロリ、まずい、また3人がベトベトに。いや、レイジ君、それは違うんだ。ノーマルベロベロスは粘液でベトベトにするぐらいで満足していたが、極上ベロベロスは性欲の権化、そんなレベルではない。じゃあどんなレベルなんですか。ほら、触手もののアダルトゲームがあるだろう。もはやあのレベルだ。ちょっと待ってくださいよ。それって浅野さんだけが無事で、他のみんなは凝縮されてしまうってことじゃないですか。私だけが無事ってとこそんなに強調しないで。変態、どうにかしなさいよ。もしあんなのにユーノが傷者にされたら、あんたを絶対許さないから。俺だってどうにかしたい、どうにかしたいが、しかし何よこれ、ちょっと何をする気。ぬめぬめの触手がユーノのセーラー服どかしてる。うえー、気持ち悪いよ。はあ、私このままとろけてしまいますわ。か、い、か、ちょっとやめなさい。それ以上は許さないんだから。エイジ君、ユーノはもう限界だよ。このままじゃ全部トロトロにされちゃうよ。あれ、ねえ、これどうなってんの。私たちさっきまで浅草の町にいたわよね。うん、ベロベロスの触手に捕まっていやらしいことされそうになってたんだよ。あれれ、服溶けてないね。ええ、ベトベトにもなっていないし、これってどういうことかしら。さっぱり状況が理解できないのだけど。おい、みんな、スマホで日付を確認するなりよ。なんだかおかしいことになっておるぞ。ちょっと待って、これっておかしいでしょ。だって私たちずっとここに泊まってるのよ。どうしてまだ日曜日なわけ。それに日曜日の9時半って言ったら、セブン評議会が終わってから2時間ぐらいしか経ってないじゃない。そんなはずないよ。だってユーノたちお家に帰れなくて戻ってきたんだもん。
それからエロリーちゃんと会ったりベロベロスと戦ったりして、2日は経ってるはずだよね。ええ、そうよ、2日経っているはずだわ。なのにどうして日付が合わないの？いや、どうもそうじゃないらしいな。日曜夜7時頃に新世界ゴーグルでワールドプログラムのデモンストレーションを行ったのを覚えているかい？もちろんよ。でも途中でプログラムが強制終了したとかで中止になったでしょ。俺たちの認識ではそうだ。しかしその後のターニシカとボイスチャットの録音データがここに残っているんだが、ターニチカがログアウトしたのが今からほんの数分前ということは、俺たちはワールドプログラムの暴走直後から2時間ほど意識を失っていたということになる。ターニチカの泣き言を誰も聞いていないのが何よりの証拠だからね。世界、それでは我が輩たちはみんな揃って意識を失っていただけでなく、同じ夢まで見ていたということになるではないか。一応俺たちが見たのが同じ夢だったのか、そいつを確認しておこうか。セブン評議会が終わった後、帰ったはずのレイジ君、浅野、ユーノに強引に誘われて夜の浅草に出た。そこで俺たちは、フォー、アンブリバブー、ローブリバブ現象を体験したのである。それから怪しい怪物の影を見つけて基地に逃げてきたのよ。で、次の日に外に出てロープレマップ現象を調べてたら、エロリーってバカ父の NPC と出会ったのよ。その夜に1回目のベロベロス討伐作戦をしたんだけど失敗しちゃったんだよね。次の日になってベロベロスを倒す剣の作り方をエロリーが喋り出して、素材を集めてバイトさんがブラオに。夏美さん、やめてください。たとえ夢だったとしても思い出したくないんですから。それから第二次ベロベロス討伐作戦が行われた。レイジはなかなか奮闘してくれたが、まさかベロベロスがあんな進化を遂げるとは。でねでね、パワーアップしたベロベロスにユーノたちがいやらしいことされそうになった時に目が覚めたんだよね。驚いたな。俺たちの夢の記憶は完全に一致してるじゃないか。これは一体どういうことなんだ？集団催眠？いや、それにしてはあまりに整合性が取れすぎているか。どうでもいいけど、今日はもう休ませてくれない？夢とは思えないぐらいに疲れてしまっているのよ。まあそうだね。今晩のところは解散して、各自ゆっくり体を休めてくれよ。この現象に関する検証はまた明日にしよう。しかし本当にどういうことなんだ。まるで狐にでも化かされたような気分だね。
丈夫だ。もう悪夢は終わったんだから。